さて、トラさんよろしくお願いいたします。最初です。それではですね、今日もモンスターズ3やっていきたいと思います。本日はですね、嘆きの亡霊を使っていきたいと思う。嘆きの亡霊、なかなか面白そうなので使っていきます。まあね、紹介しつつやっていきましょう。まずですね、嘆きの亡霊はですね、まあ、闇のコスト、闇のブレイクでね、あのアビスハンドっていう闇のね、超強い技を打ちまくる生き物ですね。まあ、なんでなかなかこいつは面白い性能していて、でね、あとね、麻痺ブレイクとかを持っていたり、あとは、あれだね、あ、これアビスハンドね、これブチュってやるの、これね。ぐちゅってやるでしょ。で、こうやって輝く炎を吐いちゃうよっていう感じでね、うん、圧倒的に強いんだわ、こいつ。さ、埼玉在住さんよろしくお願いします。住所バレてるよ、いいのかな、家行こうか、この後。はぐめたちっさプチって踏みつぶしてまいそう。でも強そうだね。はぐりん。かわいいな。でね、まあ、ゴッドライダーがいつも通りヒーラー、そして嘆き、あの、夜の帝王は、まあ、身代わり担当って感じかな。でね、一応ね、この嘆きの亡霊もね、なんとですね、あれを持ってるんですよ。なんだっけ、あの、恨むみたいな。死んだらね、相手縛るやつを持ってるんですよ。まあ、なんでね、なかなかね、面白いんですよね、この嘆きの亡霊は。アビスハンドで殴りつつ、まあ、自分が死んだら相手をね、バインドすると。いう、なかなかおもろい性能なんでね、ぜひ使ってみてほしい。あとね、麻痺ブレイクを持ってるからね、うぜえやつがいたらさ、麻痺で殺しちゃったらいいのっていう感じ。で、早速、夜の帝王が崩壊していって、あー、相手使うと、まあまあまあ、もういないからな、夜の帝王は。さあ、リクリクサウルくん、さあ、これが見せたかった、みんなに。どんぐらい入る、いいダメージ。結構、ハグメタにも入ってるね。持ってけ、もう。持ってけ、もう一回動いて。眠り攻撃、ゼロ。かっこ悪い。これちょっとまずいんだよな。いや、ちょっとまずいか、ですね、まずいですね。ただ、これさ、どうだ、焼けつく息一回入ってみっか。いや、押し通せるか。いや、どうだ。いや、もうこれ、行くわ。押し通すわ、このターンで。持ってく。あー、お前もできるよな。大丈夫、大丈夫。大丈夫。動け。なんだ、持ってけ。いや、野生持ってた。でか、一回しか動かねえのか。あのね、ちょっと今のは俺の操作ミスだね。これね、麻痺ブレーキ持ってるから、やったらよかったね、麻痺させたら。ありがとうございました。さあ、隼人さんよろしくお願いします。なんか半分緑だな。朝ドラみたいだね。半分青い。さあ、やっていこう。ベホマーズ、どっちだ、ゴッドライダーとベホマーズ、どっちが回復役なんだろう。スライムベホマーズってあの名前長すぎてさ、入らないのかわいそうだよね。これ、身代わりする意味ない気がするから、ちょっと甘い息吐いちゃおっか。あとは亡霊がね、シンプルにアビサンドする。でね、嘆きの亡霊ね、ピンチでね、魔力暴走とか、あと賢さもめちゃくちゃ高いから、呪文で攻めるっていうのもありだと思う。今回はね、闇ブレイクと闇のコツでね、アビスハンドにしてるんですけど、まあ、その代わりね、なんだ、アタックカウントじゃねえわ。なんだっけ、でね、これ、呪文反射とかされるね、心配がないから、まあ、その点はね、アビスハンドいいんじゃないかなと思っています。で、息も吐けるの、この、ありゃー。しおりちゃん、よろしくお願いいたします。あ、いや、ランク帯が高いぞ。おい、いいね、高取得者たちだ。やっぱ貴族だね。こういう貴族をさ、俺らみたいな、その顔がすでに腐ってるような奴らでさ、ボコボコにしたいんだよね。どうしようかな。おそらくね、身代わりとか入ってくるでしょ。息吐く。いや、だから身代わりは必須だな。これよ、亡霊でさ、焼けつく息吐いちまうっていうのはどうだい？これでいこうか。さあ、身代わりだよな。知ってた。悪坊は悪い子だからな。さあ、身代わり、お互いに身代わりしていって、圧倒的に顔面偏差値が負けてんな、俺たち。痛い、あんま痛くないぞ。いや、早い、素早い回復、いいね。動きが、俺たちスピードが速い。さーてと、まだってバカ、お前何やってんだよ。お、待ってくれ、待った、これもう俺の設定ミスだわ。ちょ、マジで何やってんだ、お前、もう最悪や。もうやってるわ。もう、待って、お前あと何、もう何もできないじゃん。ねえ、お前、武力ねえんだから。うわ、もうこれ負けたよな、さすがに。これは、ちょっと。明らかに AI の設定ミスとるやん。だが、まあ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 。もしかしたらこいつが杖で殴るのがめちゃくちゃ強い可能性だってあるよ。999出すからね、こいつ。はい。ああ、私が負ける。だと。さあ、シャネルさん。シャネルさん？なんかいいね。お金持ってそうだね。これ倒、勝ったらお金くれねえから。でね、ちょっともう二度とマダンテはさせません、彼には。いや、アンズが確かね、バギムーチョとか白を打ってきてね、結構強いはずなんだよね。ただ相手は L サイズだから身代わりが刺さる刺さる。これでいこうかしら？で、神様がね、マジで無限タンクだからな、なんとか持ってきてんだよな。お、いいね、
さあ神に抗っていけ。先動け。これがやばいよ、これマジ強い。耐えた。え、耐えたんだけど、すごい、すごいことが起きてますよ現場では。持ってけたらでかい、でかすんげ。これこれはいった、これはいった。だってアンズに人あれでしょ、復活させる能力とかないでしょ。アンズね、確かね、なんだっけ、闇の波動とかめっちゃ強いんだよね。ありがとう、ブチッ、アビスハンドでブチュッ、ありがとうございました。キャッサーよろしくお願いします。キャッサーって呼びてえな、なんか居酒屋とかで、ね。キャッサービール飲んでる。さあ、さあ、ヘルクラッシャーはね、こいつなんだっけな、なんか麻痺攻撃とか眠り攻撃とかめっちゃ持ってんじゃねえかな。で、あの足の生えたスライマーなんだ、彼に何ができるんだ、ちょっとわかんねえ場合はこれ身軽から入るのが得策だね。で、まあジンガは強いからシンプルに、ね。これ麻痺吐くか、焼けつく息。いや、意味がないや。殴ったらいいや。殴ったらどうせ飛んでくるでしょ。さあ、なんか、こいつ早いんだよな、うちの。俺らちょっと足早いね、やっぱいいね。上からなる。さあ、アビスハンドでむっちー。アビスハンドでぶっ飛ばしてけ。やっぱ火力高いね。あら、あら。なんかさ、あれだね、人口が減ったからさ、ピンキリになってきたよな、だいぶ。ありがとうございました。さあ、今日さんよろしくお願いします。いや、ミートボールのでかいのがいるね。面白いパーティーだな。で、ミートボールはね、結構状態異常がえぐいし、リリパってちっさ。なんでね、ちょっとね、これ、うちもね、状態異常仕掛けていきたいですね。焼けつく息吐いて。で、夜の帝王は身代わりでなんとか状態異常受けてくれ。ただ、眠り系はね、夜の帝王強いから、麻痺とかが怖いかな。で、ウルノーガもいるじゃねえか。ただ、サイズとかしっかりしてる人偉いよな、マジで。ただ最近ちょっとアップデが入ってサイズをいじりやすくなったよね。さあ、まひれ。さあ、ちっちゃい人まひっていって。さあ、バンドハンドハンドドキュン。だよな。まあ、お互いサマーズタバサか。いや、吸い込んでらっしゃる。いや、ナイス光の波動でっかー。それ、神々の噛み合いだ。これ結構痛えぞ。いや、待ってくれ。なんか真ん中の人死ぬほど食らったんだが。見なかったことにしよっか。俺、見なかったこと得意だからね。で、嘆きの亡霊はもう一回焼けつく、ブレス。で、フェイスボールはまひらねえけど、ウルノーガとかのね、まひらしていきたいな。ハッフルパフ？なんで自分がクソ回復してる。こいつハッフルパフパラダイスだね。あ、いいね。あらがい。運命であらがい。まひんな。よーし、一回しか動かない。でかい。いやー、まひんねんか。まあいいや、殴ってけ、もうじゃあ。殴ってけ！あ、まじいな。ちょっともう一回光の波動。いや、だが、待ってくれ。次動かねえのか。痛えよー、さっきから。これ、やばくね？まあ、やるしかねえな。うちの子はですね、バーストするんですよ。なんでこいつベホマズン使わねえんだ。なんだこのベホマズン使わない系男子は。いいんだけど。あったかいの来ている！ついよー！いや、亡霊、よう耐えた！うわ、マジかよ！ここで3回かよ！仕方がねえ、仕方がねえ。だから根に持ってそうだよな。俺根に持てるんだよ俺は。麻痺先行ズン。耐えろ。仕方がない。あの、なんだこの誰も動かない世界線。時間が止まってる。これはもう任せるしかねえな、うちの子に。ザルクだろ。あの3回動いてくれ、頼む。俺からの頼みだ。いや、2回しか動かねえか。仕方がねえか。でだね、これね、夜の点を身代わりしかないよね。で、なんとか一発さえて嘆きの亡霊、頑張れ。あとはお前が頑張れ。頑張れ頑張れ。なベオマゾン使わないのはなんでなんや。なんか、あー、なんで今、なんか、まあいいや、いろんなこと試してけ。よ、いいよベホイム、いいよ、全員復活。さあ、ハビスハンド行くぞ、潰れろプチッ。フェイスボール一人ずつ潰していけ。勝った、こいつ。いや、3回攻撃いいね。そろそろウルノーが落ちるだろ、さすがに。よし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 、持っていけるよ。大丈夫大丈夫、しゃあないしゃあない。いやー、なんか吸い込んでんな。これがマジンだよな、マジンガ Z でね。これさ、ベホマズいっとこが。で、嘆きの亡霊はこのターンで持ってけ。やれるお前ならいける。あ、負けんな。顔キモい対決、顔キモい対決、勝て。マジマジ、めっちゃ吸い込んでる。やばいやばい、耐えろ。動くな。よし、動いてない。
いける、持ってけ、やれ、よし、よっしゃー、めっちゃ強いじゃん。お前なんでそんな攻撃強いんだ